しいけど無邪気だね。やましいけど叶えるため、大きな口を叩いて逃げ道をなくしてるだけ。あの未来とも思えない、あの未来君の天気にまた繋がらなくていいんじゃない。時間の価値がいっちゃってんの。もうくすぶって欲しか、横切らずに敵の仕事抱きすぎて砕け、どの割かとすっかり立ち切れたまま。私的世界がなんて、所詮は肉は肉色で、なんだかとても窮屈で、壊れる時間が見逃して、輝いても眩しくて、先を行く人たちの背中見てたら、宝石を与えたい、気に入らないので叩きたい。残り芝居もね、全てなくして消え去れないくらい燃え尽きてみた。